こんにちは。動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて本日もこのスマホジンバル DJI のオズモシリーズ OM シリーズについてお伝えしていきたいと思いますが、この使い方っていうところね、結構これは購入してから購入するのはいいんですけど、そのまま使えずに、もう箱の中に入れているとか、棚に飾っているっていう方がおられるんですね。まあ実際に使える方にとってみれば簡単でいいっていうふうなお声いっぱい聞くんですけど、まあ50代ぐらいの方で、なかなかこういう機種においては疎いっていう方にとってみれば、買っただけでは使えないっていうところが、ちょっと正直言ってありますので、そういったところをですね、今日はちょっと細かく分けてお伝えしていきたいと思います。まずこの OM シリーズを購入すると、iPhone で言うと App Store で DJI MIMO っていうアプリをまずダウンロードしていただきます。そして、MIMO をダウンロードした状態でこの OM シリーズの電源を入れて、そしてそのアプリとペアリングというものをしないといけないんですよね。でそのペアリングするとアプリというものが立ち上がって、アプリ内での操作がいろんな撮影ができる設定ができるわけです。例えばこれねちょっと分かりにくいかもしれないですけど、はい、今ヘッドがこう動いておりますよね。縦に動いております。これチルトって言います。そして横にこうやって動いております。こういうねパン軸ですね。チルとパンっていう撮影がこうできたりするわけなんですけど、あとは設定次第によってはこう回したりとか、もっと言えば通りズームっていうようなね、ちょっと編集技術のいるような撮影もこのアプリの中で撮影することができます。さらにはこのアプリの中で AI 編集というのができますので、自分たちが撮った動画素材をですね、 AI が勝手にこう一本の動画にしてくれるというような機能も兼ね備えておりまして、いろんな設定もできるというのがこの OM シリーズなんです。もちろん MIMO というアプリに連動しなくても、通常の iPhone モードでの撮影するっていうことでも十分できるんですけど、できればMIMOアプリを使うことによってさまざまな機能が活かすことができるので、こんなんできんのっていうようなことを知ることができます。ですのでまずは DJI MIMOアプリをダウンロードして、そして OM シリーズとのペアリング、こちらの方をまず最初に行ってください。それではまた明日。